ヤッホーどうも、トツです。本日はなんとですね、ターミナル1へやってきました。関西国際空港ということで、僕は今からようやく韓国に乗り込みます。今がですね、7時43分です。バカーと早い。とりあえず搭乗手続きとかなんやらかんやらいろいろやって韓国に飛び立ちたいと思います。ここはソウルです。僕が乗るのは覚えてまだ1時間以上前やけど、チェックインできるってこと。まあ、いけんか。いけるか。まあ、いけんかったら帰ってくる。なる。結構いてるね、人。ということで韓国着きました。こっからですね、僕は入国審査するんですけど、 eSIM ですね、韓国でネットが使えるように設定したいと思います。ではちょっとやってきますね。韓国でスマホを使えるようにするために SIM っていうのがあるんですけど、物理 SIM か eSIM か。物理 SIM っていうのはスマホの中に直接差し込むやつで、 eSIM っていうのがネットでそれができるようになるよってやつがあるんですけど、僕は eSIM にしました。面倒なんでね、手間がかかるんで、僕は eSIM でスマホが使えるようにするという感じですね。まあ多分でも最近だと eSIM の方がやりやすいんじゃないかなって思います。めちゃくちゃ時間かかってますね今。本当にできるのか不安でございます。あ、来た行きました。無事使えました。よかった。なんかよくわからなくなっちゃったけど、ここからは入国審査に行くということですね。入国審査した後は地下鉄でエージェントさんと待ち合わせしてる場所があるんで、そこに向かいます。では引き続き、今はですね、休校度という、入国するときに、元気ですかって、体調不良ないですかっていうやつ、紙書かなくても先にやっとけばスッと通れるよってやつをやっといたんで、それで無事通過しました。あとは入国審査ですね、ビザとか出すやつやって終わりです。
の。やっと入国審査突破しました。まあ、僕がミスったのが悪いんですけどね、そもそも。っていうか、僕飛行機の中で爆睡かましたんですよね。で、爆睡かましてたら何も書類もらえませんでした。はい、これは僕が悪いですね。荷物取って、これやな。発見。では、向かいます。今からですね、ソウルに向かう電車に乗っていきたいと思います。一切わからないので、とりあえず頑張って乗ってみようと思います。キーマニーカードってやつを作れるらしいんですよ。まあなんか日本で言うたらイコカとかスイカとかなんかそういう類のやつが作れるらしいんで、それを作って乗車していきたいと思います。まあ、ちゃんと日本語でできるって書いてあったんで、そこはまあそんなに心配せずに頑張っていこうと思います。てかすごくね、バッキーでけえし、かっけえ。皆さん、これがインチョン空港の電車乗り場です。かっこよすぎ。では頑張っていきたいと思いますと思ったんですが、多分ね、あれですね、なんかティーマニーカード作れそう。ちょっと試してみます。マジわからん、ガチむずいって。ちゃんと勉強してくればよかった。あ、待って、これじゃね、ソウル駅行き、これ2って書いてあるもんね。はい、はい、来ました。はい、はい、来ました。これの2号車の 3D です。2号車なんで、もうちょっと進みます。で、あー、あったね。1、2号車って書いてます。この列車は同列行きの直通列車です。さあ、ソウル駅に着きました。またこっからもよくわかんないんで、できるだけ頑張って移動したいと思います。エスカレーター長すぎ。ではソウル駅堪能していきましょうや。さあ皆さん、ソウル駅です。はい、僕は地下鉄に乗るので、今来た道を戻ります。とりあえず、まあ、外の空気を吸いたかったということで上がってきましたけども、また探検編はね今度ということで、とりあえず地下鉄乗って向かいたいと思います。はい、ということで僕の部屋着きました。結構ね、壁が薄いらしいのであんまりでかい声が出せませんが、こんな感じです。ベッドがあって、机があって、便所と風呂がある。こんだけでございます。はい、めっちゃ狭いね。まあ結局勉強するだけなんで、そんなに苦じゃないかなと思います。ということで1日目、この後何をするか分かんないですけど、韓国で部屋に着くまで Vlog としてお送りいたしました。また次の動画もお楽しみに。